すごいですね。こちらには SL の転写台がございます。これ前後を変えるような装置、いやすごいすごい。今日は栃木県の真岡市におります。こちらの電車は真岡鉄道といいまして、栃木県と茨城県を結ぶ電車、昔の旧国鉄の線路を継承した栃木県と沿線自治体による経営の会社でございます。まあつまり第三セクターの会社ということでございます。こちらの車庫には SL が入ってますね。なんか真岡鉄道といいますと昔からあったような大手私鉄会社みたいな、そんな感じの名前でございますけれども、歴史は大変新しく1987年開設の会社、国鉄が亡くなった後にできた会社でございます。こちらの真岡駅の1日の平均乗降客数は約500人でございます。こんな感じで改札を通らずにホームまで降りることができます。改札口がないんで、切符や運賃などは多分車内で払うんでしょうね。なんか そしてこちらが東口、どうやら真岡駅の東口の方面が昔の中心市街地と思ったら、こちらの方に改札がありましたね。なんかまあこんな感じのローカル線という感じでございます。確かあれですね、真岡駅自体が SL の形をしていて、それが珍しいということで関東の駅100選にも選ばれているような場所だと思います。駅の周辺には結構昔の電車も残されておりまして、結構面白いですね。なんかこれはそしてこちらが話題の駅の正面でございます。まあ、正面で言いますか、SL の頭の正面って言った方がいいでしょう。こんな感じでございます。こちらの姿がまさにそうですね。本当に SL の形をしております。顔の丸いところも窓になっておりまして、そしてあの入り口の場所が、先ほどガラスになってた場所が車輪を表しているようでございまして、3つありますよね。なんかこんな感じで結構面白いこれは。説明はちょっと忘れておりました。真岡市っていうのは栃木県の宇都宮市の東側にございまして、意外と人口がいまして約8万人の町、聞き見た印象は結構大きいなって、そういうのが第一印象です。なんか意外と大きな町ですよ本当に。真岡駅から少し歩いてまいりました。こちらが昔ありました真岡城跡でございます。それともしかしたら私が間違ってるかもしれませんけれども、多分真岡城の跡地は多分ここでございまして、それにこちらの説明を見てみますと、江戸時代にはこの地は天領でございまして、幕府の役人が集めていた真岡陣屋はこの場所にあったそうでございます。やっぱり今確認しました、やっぱ昔の戦国時代のお城もこの地にあったそうでございます。こちらの石碑には二宮金次郎が幕府に雇われてこの地域の農村復興のために来た時にこの真岡本陣跡に来たという話が載っております。こんな感じで昔の真岡城跡からは真岡の市街地が一望でございます。これは確かにいいですね、景色が。この場所からだと大体あちらの方が昔の旧中心市街地、
ちょっと行ってみたいと思っております。いやー、この周辺は結構城下町らしくて本当に綺麗な景色が残っております。いやー、やっぱいいですね、川が流れてる町っていうのは本当に綺麗だ。これはこういう雰囲気の街を旅するのが本当にやめられない、そんな感じがいたしますよ。本当に素晴らしい。真岡市の中心市街地も小ざっぱりとした感じで結構いいですね。好感を持てますね、こういう街は。いや、新しい街もいいですけど、こんな感じで昔の街も結構残ってまして、こっちの方が私は街歩きがいいかもしれませんね。なんかこちらの長蓮寺さんには結構有名な弁財天があるみたいですね。なんかまああまり中まで入らない方がいいような感じもしますけど、結構立派ですね、ここから見るだけでも。この周辺はお寺の門前でございまして、飲食店も結構ありますね、昔の建物。いやー、いいですね。なんかこちらは酒屋さんの建物、日本酒で桜川といえば結構有名じゃないですか。なんかやはりここら辺は昔街道筋だったようで、通りで昔の雰囲気が漂っていて素晴らしい街並みですよ。なんかこの周辺を通って昔は東京江戸から道の区の入り口である白川の先までつながったそうでございます。真岡市の市街地から少し歩いてまいりました。こちらが真岡市で一番有名な神社、大崎神社でございます。噂を聞いてやってまいりましたが、結構立派そうですね。なんか国の重要文化財と書いてあります。こちらが創建されたのは8世紀中頃でございまして、昔の坂東の覇者平将門が戦勝祈願をしたり、江戸時代にこの辺りの農村復興の仕事をしていた二宮金次郎も来たそうでございます。結構歴史がありますね。なんかいやー、こちらが本殿、本当に立派。いやー、すごいですよ。なんか本殿の彫刻が本当に立派でございまして、よく見えますでしょうか、こんな感じ。祭神は大食い主の神と琴城主の神でございまして、こちらは昔の縁起式神明帳に載っていた、こちらは西暦で言いますと927年にまとめられた本でございまして、当時全国にありました感謝、その全国の神社一覧に載っておりました。こちらの神社が国の重要文化財になったのは結構歴史が浅くて最近でございまして、2018年のことでございます。そしてこちらの神社にはもう一つ売りがございまして、こちら日本一の恵比寿様というものでございます。結構大きいですね。なんかしかし私が想像していた恵比寿様とはちょっと違いまして、どこか漫画チックで結構テーマパークにありそうなキャラクター、そんなような感じです。なんかこちらの神社のそばにはこんな感じで五稜川という川が流れておりまして、いやーこれはいいですね。なんかなかなか風光明媚な場所でございます。どうやらこちらの道が本来の表参道、私はさっき違う入り口から入りましたが、
やはり本来の入り口から入った方が良さそうですよ。なんかいやー、素晴らしい神社でございました。とても良かった。